体の感覚に意識を向けるという。で、このマインドフルネスを日常の中でどれだけ、取り入れることができるかというのが、あなたの、生産性とか集中力、そしてはですね、幸福度のアップにですね、直接つながってくるものなんですね。はい、隣のお坊さんをご覧いただきましてありがとうございます。今日はマインドフルネス、ね、前回までの、お話ではですね、このマインドフルネス、これが今ここに意識を向けること、そして、向けている間にですね、思考を介在させない、いい悪い起こっていることに対して、価値判断を加えない、これが、マインドフルネスですよという、簡単な、説明をさせていただきました。そしてこのマインドフルネスこそが私たちの、悩み苦しみを和らげてくれるものだというふうな、説明もさせていただきました。で、日常の中で、このマインドフルネス、今ここにいるというですね、時間をどれだけ持つことが、私たちのこの悩み苦しみを和らげてくれる、ひいてはですね、これマインドフルネスって集中力とか、何かをね効率的に進めるといった、文脈でもですね、非常にこう注目がされているものです。例えばもうみんなが知っているこの YouTube、 これ Google という会社、あとはですね、Apple、 何を隠そう、このね、YouTube も、iPhone で撮影していますけども、この Apple とか Google とか、あとはですね、スターバックスとかですね、こういったもうグローバル企業と呼ばれる会社にいる、社員さんたちのですね、この研修だとかですね、トップ、経営者の方たちがこの集中力とか仕事のですね、生産を上げるというですね、目的でもって、このマインドフルネスというのを取り入れたりしています。実際はもともとはですね、この仏教の瞑想から来ているのがこのマインドフルネスなんですね。で、仏教にですね、はですね、大切な教えとして、この8つの、行いをするのが仏教の修行ですよというふうな、ちょっと専門用語を使ってしまうんですけども、八正道というものがあります。このうちの一つが、マインドフルネスというふうにですね。で、このマインドフルネスを日常の中でどれだけ、取り入れることができるかというのが、あなたの、生産性とか集中力、そしてはですね、幸福度のアップにですね、直接つながってくるものなんですね。で、これについてですね、ちょっと今日は実践編としてお話をさせていただこうかと思います。まずはですね、毎日の生活の中でどうやってこのマインドフルネスを取り入れることができるかというお話なんですけれども、皆さんね、毎日朝起きたら何をしますでしょうかね。はい、まずはね、朝起きたら、顔を洗うとかですね、トイレに行く、寺のですね、修行生活で言えば朝起きたらですね、すぐ座禅堂に、向かっていくんですね。禅宗の、修行では朝起きてからすぐに、顔を洗ってトイレを済ましたらすぐに着替えて座禅堂に行くというのがですね、日常の、スケジュールの中にあります。ルーティンワークの中にあるんですね。で、その中でも常にこのマインドフルネスを意識するということが非常に大切なんですね。何気ないですね、日常の動作の中にこのマインドフルネスというのを取り入れることができるんです。で、ね、実際どういうふうにすればいいのという話なんですけれども、前回のですね、動画で少しね、説明したんですけれども、体の感覚に意識を向けるということなんですね。身体感覚と書いておきます。はい、身体感覚、ここに意識を、瞑想の時なんかは、呼吸に意識を向けたりするっていうことがあるんですけれども、まずね、日常生活の中での動作という意味で言えば、この身体感覚というものにね、着目していきたいなというふうに思います。例えばね、トイレに手を洗う、顔を洗う、そういったことを日常生活の中でするかと思うんですけれども、顔を洗う動作一つ一つにしてもですね、普段だったら何気なく蛇口をひねって、そして出てきた、水に対してこう溜まった水で顔をこう洗いますね。洗いますよね。で、この普段何気なくやっているこの動作一つ一つにですね、いろんな身体感覚が伴っているんですね。普段はもう何気なくパッてやってジャッて出たものが顔洗いますけれども、蛇口ひねって水が出てくる、それまでにですね、手の感覚を通って蛇口を触っているという感覚を通して今度は水が出てきます。
で出てきた水で手のひらで受け止めた時の、例えば冷たさ、あったかさ、まあ、いろんな感覚がそこに感じられるかと思うんですね。はい、その感覚を、感じる。そして手に溜まったですね水を顔に持っていく時にもこの動作の感覚というのを必ず感じますね。はい、この動作の感覚を感じる。そして、その手またお湯が顔につく。ね、でついてですね、その時にも、手のひらで顔をです、顔の表面を触ってる、はい、これはもちろん身体感覚として感じられるんです。一連の動作一つ一つに実はこの身体感覚というのが生じているんですね。これはあまりにも私たち日常の生活の中でこの身体感覚に意識を向けるという機会非常にですね少ないかと思うんですね。例えばアスリートの方だったりとか、あと何々とってありますね。もちろん武道もちろんそうですね。あと、まあ、剣道、華道、茶道、いろんなですねこの道っていうのがあるかと思います。はい、日本にはですねこの何々道っていうのがたくさんありますね。はい、でこの道を歩まれている方というのは非常にですね禅と、マインドフルネス、はい、マインドフルネスですね。これ非常に親和性が高いものなんですね。この道をですね行く、殺人の方とかのですね、まあ、名言とか、話を聞いているとですね、必ずこのマインドフルネスという言葉を使わなくても、これに非常にですね近しい、もしくはですねあもうこれマインドフルネスのこと言っているじゃんってそういうところがこう見受けられるんですね。はい、でまあちょっとその文章を置いといてこの身体感覚に、まあ、ちょっと話を戻しますと日常生活の中でこの身体感覚をどれだけ意識できるかというのが非常にこのマインドフルネスを日常の中で実践する上で大切になってきます。はい、これがね例えば、まあ、料理をするときもそうです。はい、そしてこれが掃除をするときもそうです。まあ、歩いてる時もそうですね。どっかに駅まで向かって駅まで歩いていく、その時にもですね自分の体の感覚、例えば歩いている時でしたら足の裏がですね、地面につく様子、そして足の裏で地面を蹴る様子、はい、それから足が上がって、空中に上がって足が前に出てまた着地する様子ね、その一つ一つを、観察する、感じながら歩くことができるんですね。そうすると、まあ、今ねマインドフル何々っていうふうに、言う言葉いろいろありますね。であればマインドフルウォーキングね、はい、食べるときもちろんできますね。食べるときに、その体の感覚を感じながら、その食べ物を箸で掴んでその様子を感じる、観察する。そして、口に運ぶまでの様子を感じる、観察する。そして口についた瞬間、舌に、食べ物がついた瞬間、その感覚、味わい。そして、噛んでいく、その噛む動作を感じることができますね。そして、動作を感じながらそのな、口の中に入った食べ物が少しずつ唾液と混ざっていくことによって味が少しずつ変わっていくんですね。よくね小さい頃にご飯100回噛みなさいなんていう言われて、100回噛むとねご飯甘くなるんだよというふうに言われて、実際ね100回噛んですごく甘くなったっていう経験をね皆さんもされている方多いんじゃないかなと思うんですけれども、実際にそうやって噛むことによって唾液と中の食べ物が混ざって味が変化していく、その様子も感じることができますね。そしてそれを飲む、飲んだ時にその食べ物が食道を通って胃袋まで到達する様子、これも観察することができるんですね。はい、そういった日常の何気ない動作一つ一つを観察する、こういったですねその時間を持つことによってこのマインドフルネスが日常の中で実践できるということなんですね。はい、ということでマインドフルネスについてのですね、まあ、説明、簡単にですけども一通りさせていただいたんですが、次回の動画ではですねマインドフルネス実演編としてですね、マインドフルネスを使ってどんなことができるかというのですねお話を、まあ、させていただければと思いますので、ぜひ、次の動画もお楽しみにいただければと思います。次も気になるよ、応援してるよという方はぜひですね、こちらの動画のチャンネル登録、そして、高評価ボタン、そしてコメントなどを、残していただきますと、非常にですね、これからの励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。